はい。ということで、今回は、トマトの、とっても簡単な育て方を、紹介したいと思います。イエーイということで、まあ、トマト、サラダにもできますし、煮物にもできますし、まあ、大変まあ、便利な野菜ですよね。ということで、まあ、トマトはやっぱ、尺がちょっと長いんで、前編と後編に分かれて、まあ、やるんですけど、今回前編ってことで、まあ、その育て方の、まあ、 大まかなやつもちょっとまあ、えろうと思います。ということで、次です。はい、まずトマトの性質と要点。トマトは南米,原南米のアンデス高原原産で、日当たりが良く水はけの良い土地を好みます。はい。まあ、比較的まあ、冷涼な気候を好むんですけど、まあ、22度から28度くらいのまあ、冷涼な気候を好みますけど、ただし、まあ、10度以下になると成長が止まり、 シモンに当たると、ま、枯れてしまいますので、まあ、焦って、ま、早く収穫したいからって言って、まあ、早植えする場合は、ま、注意が必要です。はい。なので、ま、早植えをする際は、ま、マルチとかをしたり、まあ、ちょっとま、ビニールで囲ってあげたりするして、ま、工夫するなどして、ま、慎重にま、行いな、行いましょう。はい。ということで、北海道の場合ですと、ま、地域にもよりますけど、まあ、道の場合は、 5月20日から、まあ、6月の10日頃に植えるのがベストだと思います。はい。ということで、まあ、乾燥、あと水はきの良い土地をまあ、好めっていうことなので、まあ、石灰を入れてあげるといいと思います。トマトの品種と、えー、おすすめの品種、まあ、大玉トマトや中玉トマトやミニトマトの3種類がありますけど、まあ、やはりまあ、家庭菜園で育てやすいのは、 ま、開花から、ま、収穫までの期間が短いミニトマトが、ま、おすすめです。まあ、どれが優れてるとか比べるつもりないんですけど。で、ま、収穫量を重視するのであれば、え、ミニキャロル。ミニキャロルという品種。まあ、いつもま、ホームセンターで売ってる品種ですね。安いし、ま、たくさん取れるし、いいですよ、ミニキャロル。いや、ま、アイコ、といってま、品種はま、大変おすすめでございます。収穫量も多いのでね。 また、収穫量と色合いをダブルで重視するのであれば、イエローキャロルやイエローアイコといった品種が、まあ、私にとって、まあ、おすすめでございます。また、まあ、手間はかかるんですけど、まあ、やっぱ取れた時の嬉しさとかそういうのを考慮しますと、大玉トマトの、まあ、桃太郎という品種は、比較的育てやすいので、ぜひチャレンジしてみるといいと思います。はい、トマト栽培に、 最低限必要なものです。まずは言うまでもないですけど、まあトマトもない。まあ、種からやる人よくいるんですけど、初心者はやっぱないからの方がやっぱ失敗がす、少ないのでやっぱおすすめです。はい。二つ目。まあこれももう言うまでもないんですけど、まあ畑、もしくは土の入ったプランターは、まあまあ言うまでもないですけど、まあ必要です。三つ目は、支柱です。 まあ、これはまあ、トマト、比較的大きく育ちますので、まあ、支えるために、まあ、台風で、まあ、か、の風で、まあ、倒れないために、やっぱ、支柱が必要になります。ただまあ、ここ最近ですと、まあ、背が高くならない、支柱の必要ないトマトもありますので、まあ、ぜひそちらも育ててみるのも手です。四つ目、有機肥料です。これはまあ、元越え、いやまあ、追肥に、まあ、必要となります。まあ、トマトの、 成長をまあ促すためですね。ただ、やりすぎは厳禁でございます。まあ、病害虫が多くなりますので、ね、で、五つ目。これも言うまでもないんですけど、ハサミですね。これど、どの家庭にもあると思うんですけど。はい。よく、ま、手で取る人いるんですけど、手で取っちゃうと、そっから、ま、バイキング入ってしまったります、ま、することがありますので、ハサミで、あれ。 止まっちゃってるね。ハサミで、ええー、収穫するのがいいと思います。六つ目としては、マルチ。まあ、これ画像なくてごめんなさいね。まあ、保温したり、ま、成長を促すために、ま、必要なものとなります。七つ目、甘よけ素材です。まあ、トマトが、ま、割れてしまうのを防ぐために。品質を良くするために。 甘いものにするために、まあ、甘いおけそうだよ。まあ、できれば、まあ、必要だと思います。できればって言いましたけど、まあ、必ず必要だと思います。6つ目、紐ですね。これまあ、必要に誘引する際、まあ、トマトを支えるために、まあ、優しく結ぶための、まあ、ものでございます。まあ、最低限必要なものはこんなもんですかね。はい。これさえあれば、最低限のことはできると思います。はい。 次回の予告です。まあ、次回に関しては、まあ、トマトの栽培手順、まあ、具体的な栽培手順ですね。今は必要なもの、性質っていったものをまあ前編でまあ紹介いたしましたけど、次はまあトマトのまあ具体的な栽培手順です。時期だったり、具体的な、まあ、いつ道具を使うのかっていうところをまあ説明いたします。二つ目としては、病害虫の傍受です。まあ、病害虫にやられてしまうと、せっかくや、 育てたものが台無しになりますので、そういったものへの対処予防といったものを解説したいと思います。はい。農業などの一帯一次産業に関心を持ってもらうために、今回の野菜作りセミナーを作りましたので、ぜひ、好評だったら今後とも続きたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それではチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた。